キャン始まりました。うなぎの夜食事情、今日はパパパ令和パーティーでーす。一応ね、前回ジェンガの崩した、はい、みんなでゲームやった罰ゲームをミサはまだやってないんですよ、はい、確かに、はい、それは覚えてないかも。確かに、下にない。絶対忘れてるでしょ。で、本日はこの罰ゲームをやりたいんですけど、はい、ミサってめっちゃ気遣いだし、めっちゃ一気に反省するタイプなので、今日は泣かしてやろうということで、はい、集合時間、今ね、11時何分？今は時計してる。あ、こちら38です。11時38分なんですけど、12時にしか会議室入れないからっていうことで、はい、みんなは11時30分に集まって、遅刻ドッキリを、おお、結婚したいと思います。はい、はい、ということは一人だけ集合時間間違えた。そう、一人だけ合ってるんですけど、理不尽に切れていきます。ちょっと10時半から来てるんだけど、バリのやっぱ1時間半待たされたらさ、さすがにムカつくじゃん。あ、確かにね、人は。で、まあ、一応12時からって言ってるから、もう携帯を確認しようとしたら確認させない。いいから見なくて、携帯見ないでみたいな。でも怒られてんだからさって。いや、怒られてんの、携帯見るってどういうこと。みんなの時間、みんなの時間返して。わかりました。みんなの時間返して。みんなの時間返して。ダメだ。うわ、すごい、すごい。ちょっと、もうちょっと、すごい、もうちょっと強めじゃない？もうちょっと強めじゃない？ちょっと、みんなの時間返して。かわいい、かわいい。爪が弱いじゃないですか。え、後輩いる？梅崎さん、後輩います。みんなの時間返してですか？みんなの時間返して。怖い。ほら、爪慣れてるから。なんでですか、そんな爪詰めてないでしょ。あ、たまには。え、なんか、いや、ちょっとさ、みたいな、なんか、準備運動したとか。じゃあ、かわいい、怒る理由かわいい。これは、マシュロのためでもあるからね。はい、やっぱ、ね、後輩ちゃんと怒れないって、はい、先輩としてアウトだし、やっぱ怒ってくれない、はい、ちゃんと怒ってくれない子、先輩ってさ、信用できないじゃんか。はい、確かに。これは真っ白の試練。確かに。確かにがもうやばいな。確かに。いや、でも無理だ。もう真っ白何も喋らないよ。わかりました。何も喋りませんは西ですね。怒り出てないよ。一応出てないじゃないですか。虚無の人。ダメだ。それはダメだ。マシロ、マシロ一生ドッキリ一緒にできないわ。今なりさんに詰めてもらって、じゃあ私も多少2人きっかけで、もうめちゃくちゃ理不尽な詰め方をしてもらって、うん、何の仕事だよ。もうあれなんだけど、みんな結構前から来てて、何時でしたっけ？ 12 時じゃないですっけ？いや、昨日は12時って言ってたんだけど。え、怖い怖い怖い。いや、もうすいません。みんな3本ぐらい取り終わってて、はい、
はい、すいません、12時だと思って聞きました。いや、でも笑い事じゃない。はい、はい、はい、すいません。よくそんな遅れたのにアイスとか食べてくれるの。何時でした、集合。すいません。10時半に会ってもう、はい、あ、すいません、結構連絡してたらチャンスがないんです。あ、もういいよ、LINE とかなくて、すいません。私さ、葵ちゃんもさ、体調不良なのは分かるけどさ、昨日からさ、具合悪かったんだったらさ、グループ LINE じゃなくてもさ、うなぎとかにさ、夜遅かったんだったらグループじゃなくて、うなぎに直接、うん、具合悪いからもしかしたらしていけないかもしれないとか送ればいいのに、当日休んじゃうのはちょっと団体としてどうなのかなって思っちゃった。やっぱり団体じゃなくてみんなうなにさ声かけてもらってさ、個人で集まってやりたいって気持ちで集まってるからさ、はい、そういう遅刻とかでさ遅れてきちゃうとさ、全然気持ちが一つになれてないから、動画以前の問題だと思うから気をつけた方がいいと思います。すいません。まあそうね、団体でなんかうなは団体とか団体じゃないとか関係ないと思ってるけど、でもなんて言うんだろう、なんかだからこそもうなんて言うんだろうね、まあ、ある意味うなのさじ加減のところはあるからさ、これからまあ、興行やるかやらないか別としてさ、結局どこでもそうだけどカードを決めたりとか、なんかこの子にはできないけどなんかやらしてあげたいなって思う気持ちってさ、こういうところからだとうな思うのね。だからなんで団体関係ないところでやるからこそやっぱなんかもっと頑張ってくれないとうなも心は動かないし、まあ全部なんていうんだろう、これからみんなで作っていくものだから、なんか別に逆にうながやってるからとかじゃなくて、なんか本当に一人一人もっとやっていかないと。結局何も始まらないというか何も生まれないと思うし、なんかうなだけがやるんだったらじゃあもう本当にうなの興行でいいじゃんってなるけど、でもそれをしたくなくてみんなでやりたいからこう集まってるわけじゃんか、はい、だからうん、なんか本当に結構ありえないというか、団体とかだったらさ、自分のところの子だからしょうがないって多分思えるだろうし、まあミサはこういう子だからしょうがないってなるのかもしれないけど、うちら関係ないし、別になんて言うんだろう、落ちていくやつは落ちていけばいいと思うし、上がる子は本当に一緒にやっていくしかないから、なんかでもてかシンプルに遅刻が一番嫌いなんだよね。だからまあ本当に申し訳ないけど、正直なところでいくと、
まあ別にミサがいてもいなくてもいいかなって思っちゃうよね。まあみんなで足並み揃えてやってるからさ、なんか一個崩れちゃうと収録のなんかテンポが崩れちゃうし、もう今途中でミサちゃん来て、もう3本みんなで前説も取れちゃってるから、その分時間間埋めるためにさ、たくさんで、なんでじゃあ途中から参加ってなっちゃって編集もなんか変になっちゃうじゃん、同じ日に収録してんのに。だからやっぱそこで入ってる時に最初からいてもらいたいしさ、うん、ちょっとやっぱり演者としてその取れ高みたいなものをさ、なんかこう考えて前もって行動してもらうとかしてもらわないと、遅れちゃいましたってやったらやっぱ全然帳尻合わなくなっちゃう、うん、はい、だから今来られてもじゃあこれからまた構成考えないとじゃん、はい、みんなでも構成考えてさ、えどうするそれで、マジで、うん、でも編集またこれで個数かかんのよ、また2日3日編集で。だから本当に何あと3人分撮れちゃってるから、なんで引きの絵でミサちゃん映ってないのってなるんよ、はい、おかしいじゃんカメラの位置とかさ、画角とかは。でもプロレスラーだからそういうの考えないとおかしいよね。だって6人タッグマッチってさ、5人だけで試合してるようなもんやそれ。プロレスラーはおかしいって分かるやろ。ちゃんとしようよ、マジで。すいませんでした。なんで言うと、前、ここでゲーム撮ったの覚えてる？はい。その時にさ、負けたよね。でもさ、罰ゲームするって言ったじゃん。てってるドッキリミサ遅刻ドッキリわー思ったんですよ入った時はやられたって思ったんだけど、あ、私誰に多分本当に助けてもらったんだって思ってガリガリ君溶けた食べていいよ食べてえ、すごいね、めっちゃ序盤から泣きそう。え、本当にやらかしたと思いました。すごい。あ、そういうことかって思ったんですけど、マジでこの感じだった。なんか笑ってる場合じゃないよねって言われた時に、あ、私が言う見逃したかもと思って。いや、よかった。本当に怒られた気がします。なんかしっかりしようって思いました。なんかすごいこれアイス食べていいの？もう食べてすいません。皆さんの分も買ってくればいいと。アイスとか買ってるの？いやでも普通にあと53分ぐらいに送ったじゃんか。え、その8分でアイス食べようとしても結構やばくない？確かに。そう、なんでアイス食べようとしてるの？確かに。え、普通に、え、結構でもそれはマジでやばくない？撮影するって言ってるのに、はい、普通にガリガリ君買ってきたのは本当に結構やばくない？いやいや、これマジのやつで。いや、12時過ぎにしか入らませんって来ましたもん。でもさ、12時過ぎしか入れなくてもさ、12時にはさ、ちゃんとここにいてさ、はい、ちゃんともう取れる状況でいなきゃじゃない？絶対いましたよ。それ舐めてない？ちょっとでもアイス、アイスでも食べられたわけじゃん、その手で来てるの自分は。アイスは舐めてない。アイスだけじゃなくて、草のドッキリは
企画化していくんだよ。やめてください、心臓に悪い。やっぱドッキリって分かってたけど、マジでマジのやつだって なるドッキリだったり、本当にさまざまな大掛かりなドッキリまで、今後ずっとドッキリをたくさんやっていきたいと思います。しっかりしようと思いました。ドッキリなのにしっかりしよう。いいきっかけをくださってありがとうございます。よかった。というわけで、パパパ、令和パーティーでした。バイバーイ。バイバーイ。